羅生門研究艇実験室の一角にいて、この夜四郎と羅生門博士は深夜にまで及ぶ議論を交わしていた。そうか、それではこの量産機の自律戦闘能力の向上も頭打ちということか。はい、機体性能はオリジナルに匹敵するレベルに至ったのですが、しかしメイン制御回路の処理能力までは再現ができなかったか。残念ながらこの時代の技術では限界ですね。結局機械兵の制御技術をベースに作る以外の方法がないですし。しかし四郎君、君は何か画期的な方法を思いついたそうじゃないか。はい博士、あれが完成すれば戦闘技術においてもロボミに追いつける可能性があるんです。機体はもう組み上がっています。あとは制御と機体の接続方法が確立できれば。そうだ、今日中にあといくつか作り込んでおきたいところがあるんだった。待て待て四郎君、もう遅い。続きは明日にしたまえ。え、あ、こんな時間。でも、もうすぐに完成なんです。相変わらずだな、君は。どれ、遅くまで打ち合わせに付き合わせてしまったお礼だ。私にも手伝わせてくれたまえよ。はい、博士。同時刻、羅生門研究艇から遠く離れた空図にも書かれていない小島で怪しき影がうごめいていた。博士、例のもの準備は整いましてございます。そうか、よくやった。ありがたき幸せ。それでいつでも出撃はできるのだな。ご用命いただければすぐにでも。ふん、この私の悲願、ついに果たされる時が来たか。しくじるなよ。私は長い間待ち続けてきたのだ。はっ、御意のままに。我ら必ずやその悲願果たしてみせましょう。ねえ破壊神様、まだ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 なの？私もう待ちくたびれちゃったわ。もう少し、もう少しだよお姉様。そうすれば好きなだけ。うん、もうお兄様ったらじらすんだから。いいか、時は時期に満ちる。待つのだ今は。あとは好きに暴れるがいい。我ら四天王破壊神大門様の御意のままに。光あるところにまた影はあり、日の差さぬ深き洞窟の中、うごめくは五つの異形の姿、謎の男破壊神大門。その野望とは、そしてその悲願とは。ロボミの活躍によって平和が訪れた空域を再び最悪の影が飲み込もうとしていた。ギガントスーツ着装完了。シロ出撃する。